あ、楽しい、なんなの、はい、ということで、ウェバストボリューム16有料枠始まりました。ありがとうございます。イエーイ、どうぞどっち、どうぞどっち。無料枠ではそんなやんなかったけど、やっぱりね、好きで誕生日なんで、今日じゃないけど、あの、題名にもついちゃってるんで、おやんなきゃ損損やんなきゃ損損ということで、急に昭和っぽいな。えらいやっちゃう、ちょっと盛大に祝っていこうかなと。あ、まあ、でもシャーなしな、シャーなし。俺は乗り気じゃなかった。おい、乗り気であれ。お前こそ乗り気であれよ。超乗り気。ちょっと覚えてるかな、いきますよ。スキーと誕生日企画、プレゼント争奪、チキチキ男の3番勝負。お前さっき受けたタイトルはチキチキなかったの。争奪戦なの。争奪戦でございます。お昼の勝負は体力3番勝負。やる内容はこちらになっております。1つ目、腕相撲。レフリータイガー、ハットリー、ハットリー、はい、はいはいはい、ということで、ちょっとぜひとも真ん中の方でお手を組んでいただいて、いきます。 Ready? Go! おっ、ハートが、ハートが優勢、ハートが優勢、はい、ドッジボール、ドッジボール、ドッジボール、素晴らしいからね。ちょっとスキード勝ったね。でもまあ次わかんないですからね。次の勝負わかんないですからね。3番勝負だこれ。あのね、朝飯食ってたら勝てた。うわ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 。じゃあこれプレゼントまでもうリーチかかったんで、リーチかかってます。よし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 、負けたー。2つ目の対決は、はい、空気対決。2番目の勝負、空気椅子、レディーファイト。これマイクとかでさ、はい、マイクとかでしゃ、しゃべっとかだけどさ、はい、全然あれだよね、あの、ね、放送事故だよ、ね、放送事故だよ、ね、大丈夫ですよ、あの、そのために僕がいる。あ、俺さ、絶対弱ってるわ。わかる、わかる、絶対弱って、もうしんどいもん。あの、昨日のライブが残ってる。またな。あのね、太ももよりね、膝が痛い。どこ来てんの、どこ来てんの。皮がカス。あ、お前皮がカス。言葉選べよ、お前。言葉は広くない。痛い痛い痛い。どうどう、辛い。あ、おい、何かによるわ、何かによるわ、それはやばいです。あー、直後に、いやー、直後に、今応援の直後よ。はい、ということで勝者は隼人ということで、やったぜ、接戦でございます。危ねえ、はい、最後の勝負に行きたいんですけど、あ、いいですか、3番勝負の3番目、足つぼ対決。足つぼレースになっております。時間がないですからね、早く乗っていただいて。せーの、あー、いたー。それでは、時間もないところで、時間もないので、この足つぼ、さて、これはどちらが、果たしてこの勝負はどちらが勝つのでしょう。いや、しろよって。足つぼ、早くして、レースまで早くして、お願い、レディー、はい、ゴー。あ、早くした。まずいです。痛い。おい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 。痛い痛い痛い。おい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 。あ、もう痛すぎてチュー。痛すぎてチュー。おい。あ、おい。痛すぎてチュー。おい。おい。流れ、流れが、流れが、流れがやばい、流れがやばい。チューするとこじゃん、お前は。チューしねえよ、しねえよ、お前。何ですか、これ。振り返れよ。回りづらいのに。はい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 。おはい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 は
これやっぱ大事じゃないですか。うるせえな。これが今回の誕生日プレゼントといっても過言ではないかもしれない。初めてステージ上で右グー。ピカルスキーの誕生日おめでとう。幼稚園児なんだ。おお、いただきます。おお、あ、かわいい。これかわいい。これまた酒もあるじゃん。わー、ちょうど欲しかったの。でね、こいつうまいな。本当に 2,3 日前とかだよね。そうだね、上原氏とって言ってそう、その時にさ、プレゼントとか何にも匂わせずに最近シートなんか欲しいもんないのみたいな、最近こういうのなくてさっていう話なのか。ちょっとモテんじゃないの。モテそうだった。いやいや、モテてない。モテそう、まだモテてない。この山キノコモテんじゃないの。ちょっとありがとうございます。使います。はい、え、座ってもらって、はい、はい、で、まず、3本勝負ということなので、はい、はい、やもうガンガンやっていこうと思います。はい、はい、はい、ありがとう。はい、じゃあまずは3本勝負の1個目。いや、ごめんごめんごめん、ちょっと待って、今すんなり受け取ったけど、うん、こんな感じなの。こういう感じじゃなくてこんな感じなの。そうだよ。そうです。あ、そうなんだ。そうだよ。体力を使わない知性の対決ですね。そうか、じゃあこういう感じね。じゃあ、漢字を今僕がこう出題をさせていただくので、この漢字の読みは何でしょう。読み、わかりました。いきますよ。はい、はい、これはなんだ。はい、みんな見えます。熊に猫と書いて何と読むでしょう。ちょっと待って、わかんない。はい、いいですか。はい、書きました。はい、じゃあ一斉にどうぞ。せーの、パンダ荒井。これだ。この勝負リトルスキーと1本の歌詞です。何て書いてあるの。アライグマ。あー、でもわかるよ。熊に猫と書いてパンダと言います。タカ君、タカ君、タカ君、アライグマ、ちょっと似てるもんね、なんかね、様子がわかるよ。煽られ煽られ煽り煽られ。タカさん、タカさん、あ、やばい、結局腕っぷしに持っていこうとしてる。こいつ体力勝負じゃありません、知性での勝負です。よろしくお願いします。分かってんだよ、次行こうか。はい、じゃあ次行きますよ。じゃあ、おしまいですよ。はい、じゃあ次の漢字こちらでございます。どうぞ。あー、これです。なんかに虫と書いてなんて読むでしょう。なんて言った今。このなんかに虫と書いてなんかに虫ね。いいですか。いいですよ。はい、こちらです。じゃあ一斉にどうぞ。カタツムリ。カタツムリ、カタツムリ。あ、大丈夫、正解。あ、ほんと。次行きましょうかね。はい、こちら。おお、もう出すの。せーの、はい、ところてん、ところてん、ところてん。あーなー、まあ、このね、勝負スキーと全般正解なんで、スキーとの勝ちか。あ、ほんまだ。じゃあ、アライグマが天下分け目だったと。まあ別に、ね、なんか本当知ってたけどね。はい、ということで、待って、ねえ、ねえ、待て、ハヤトの一戦目と同じようなこと言ってる。本当知ってたけどね。心から軽蔑するよ。お前、ハヤトの軽蔑だから終わりやって。はい、じゃあ続いての勝負、100マス計算先に解けるのはどっち。俺こういう勝負弱いんだって。ごめん、そもそも100マス計算が思い出せないんだけど。俺もどんなやつだったか、なんかいろいろ見えてるよ。なんかいろいろ見えてるよ、問題が今。カナダが見えてたよ。ああ、言っちゃった。言わなくていいんだよ。いきますよ、よい、ドン。もうだって、あ、スキンさんもういけてますね。どうかな。8×5、800って書いてますよ、大丈夫ですか。え、違うよ、だってこっからかけていくんでしょ。違うよ、ここ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 。あ、え、それだけ。そうだよ、俺もう42,000とか出てきてる。これは最後のとこだって、もう俺の勝ちでいいんじゃない。大丈夫、スキーの勝ち。この勝負スキーの勝ちです。はい、あれ待って、終わりました。おい、カナダワイ。お前次のカナダワイ。まあまあまあ、行くまでもなく勝っちゃったんで。まあでも、やってるだけやる、やるだけやる。まあまあまあ、でもいい。3試合目は国旗当てゲームだったの。そう。あ、なるほど。じゃあ先にカナダ出ちゃったから、これカナダでいいね。カナダワイ。でも意外と国旗、ああ、ベルギー。ベルギー正解。わあ、
オーストラリア。あ、オーストリア？どっちだ？あ、ニュージーランド。正解。おー、もうないですね。もうないです、はい、以上です。だよ、俺が勝てたのに。1問目がこれだったら俺が波に乗れたのに。波に乗ってこれをやってまたこうなってたのに。100マス計算で4万2000っておもろすぎるな。なんなのそれ。ユーネクストの550円のカード。550円のカードなの、うん、ユーネクストでしょ。タンプレね、タンプレ。うん、俺ユーネクスト会員ではなくて。え嘘だよ。えお前、あ、本当に盛り上げ上手だな。盛り上げ上手なんだから。え、アマゾンギフトです。アマギフ1万円分です。高くない？1万円なの？ありがとう。なんか親戚のおじさんみたいな感じだよね。なんかお年玉あげてると想像できる。違う、さね、考えた結果よ。はいはい。自分で買うのを選びたいでしょ、この年になったら。ああ。おじちゃん。ありがとう、おじちゃん。大好き。いつもありがとう。いや、お前もう大きくなったね。なりすぎ。なりすぎ。ちょっとこれで、ね、好きなもの買ってください。わかりました。なんかちゃんとこれ買ったよって報告書いただいちゃう。わかりました。いや、はい、ありがとうございました。ということでプレゼント争奪、リトルスキーとチキチキ男の3番勝負でした。ちょっとずつ変わってるんだけど、ね、ちょっとずつ、ね、これ